それでは時間になりましたので始めさせていただきます。本日は本当にお天気の悪い中、お集まりいただきましてありがとうございます。ただいまから2014年度 Theoretical Linguistics at Keio Linguistics as Scientific Inquiry Lecture Series 第1回を開催いたします。私は本日の進行役を務めます慶應義塾大学言語文化研究所の北原久嗣と申します。どうぞよろしくお願いいたします。最初に慶應義塾大学言語文化研究所副所長杉岡陽子より一言ご挨拶を申し上げます。杉岡です。今日は本当にお足元の悪い中皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。遠方からも来ていただいてありがとうございます。皆さんもご存知のように慶應の言語文化研究所は、ここ 2,3 年ちょっと世代交代が進みまして、若い方たちを中心にどんどん新しい企画を今打ち出しているところであります。でその大きな目玉がこの今日のトークですね。Theoretical Linguistics at Keio というトークという催しで、昨年が第1回で、昨年はそこにいらっしゃいますタンクレディさんが中心になって、すいません、フォーマルセマンティクス の, ワークショップが開かれました。で今回はこのLinguistics as Scientific Inquiry Lecture Series 第1回ということで、5日間ですけれども斉藤守先生を迎えしてレクチャーシリーズを開催いたします。ここで多くの成果が得られますように願っております。私最初にこのトークというのが昨年始まりまして、その名前を聞いたときに、この A はどこから来るのかということをちょっとタンクレディさんとかにも文句言ったことがあるんですけど、考えてみますと非常にいい名前だと思いまして、そのトークということで、もちろん斉藤先生から今日たっぷり5日間にわたってこれからお話を伺うわけですけれども、皆さんからもさまざまなご意見それからディスカッションが有意義に行われ、またレクチャーの外でも北原さんがたくさん準備してくださいました懇親の機会を使って、十分に交流を深められますよう祈っております。では斉藤先生よろしくお願いいたします。北原さんからまず紹介があります。では5日間長丁場ですけど、また土曜日のワークショップもぜひたくさんの方がおいでくださりますようお願いいたします。それでは斉藤先生をご紹介いたします。斉藤先生のご経歴ですが、スタンフォード大学で哲学を学ばれ、1985年 MIT より言語学で PhD を取得されました。南カリフォルニア大学言語学科助教授を皮切りに、筑波大学現代語現代文化学系講師、コネチカット大学言語学科准教授を経て、現在南山大学人文学部人類学科教授でいらっしゃいます。この間発表された研究所論文の数は70本以上に上ります。本日お集まりの皆さんの中には斉藤先生から直接ご指導を受けた方、あるいは斉藤先生の集中講義や講演会に出席されたことのある方が多いかと思いますが、私もその一人でして、私が斉藤先生のセミナーに初めて出席したのは大学院時代です。ボストンから車に乗り合わせて片道2時間の道のりをコネチカット大学ストアーズ校に通いました。でその日は往復4時間の車の中、また昼の昼食や夕食を食べながらですね、一緒に勉強している大学院生と、それこそ朝から晩まで斉藤先生のセミナーの内容を思う存分議論することができました。で今回、5日間にわたる連続セミナーにおいても、斉藤先生を中心に議論の輪が広がることを願っております。斉藤先生のご研究ですが、今日は初日ですので、1985年博士論文 Some Asymmetries in Japanese and Their Theoretical Implications、これは生成文法の古典の一つと言っても過言ではないでしょう。斉藤先生はこの博士論文においてスクランブリングは移動操作の一つの表れに過ぎず、スクランブリングに見られる特性は日本語を特徴づける性質と普遍文法の原理の相互作用から導き出すことができることを明らかにしました。斉藤先生のご研究が大きな影響力を持ち続けるのは、普遍文法の一般原理を支持し、その解明に貢献しているからなのです。で連続セミナーで扱われるトピックは、9月1日、これ先生、落語です。裸語、落で、はい、すみません、読み方が分からなくて、9月1日、落構造理論と選択制限、
9月2日は削除現象、高削除を中心として、9月3日スクランブリングと再構築化、9月4日区構造解釈における文法学の役割、9月5日 WH 演算子の比較統合論です。で、各回日本語の現象に見られる特性が日本語を特徴づける性質と普遍文法の原理の相互作用からどのように導き出されるのか、今から本当に楽しみです。総合テーマ、日本語研究を軸とする比較統合論の成果と課題、本日は楽構造理論と選択制限と題してご講義いただきます。それでは斉藤守先生、どうぞよろしくお願いいたします。聞こえますか？大丈夫ですか？ ありがとうございます。5日間よろしくお願いします。これを見ますと14時からというふうになっておりまして、からだけ書いてあると会議なんかの時はギグッとするんですけれども、大体まあ6時ぐらいに終えるということで、大体まあ最初ちょっと長め1時間20分ぐらい話をして、その後ちょっとまあ長めの休憩ということで15分20分の休憩を挟んで、あとは1時間ずつというような予定で進めていきたいと思います。で、まあ、レクチャーシリーズということで、どういうことをお話したらいいのかなということで最初は非常に迷っていたんですが、で言語学習の話を入れた方がいいのかなとかいろいろ考えたんですけれども、やはりまあそういうことが期待されているのではなくて、おそらくこれまで自分がやってきたことについて発表するのがよかろうというふうに思ったんですが、そうなりますとちょっと問題が逆にありまして、今までいろんなところで研究発表させていただいてますし、特に慶応に関してはいろいろな機会に読んでいただいて、話をさせていただいてますので、そうすると大体どこかでみんなどこかで聞いたことがあるような話ということになってしまいます。ですけども、そういうことなんですが、それを少し繰り返しになりますが説明して、少しでも少し伸ばしていくという形で話を進めていきたいと思います。でもう何回も聞いたという人はその間眠ってくださって構いません。新しいところに入るときは、起こしはしませんがその辺は適当にしてください。でレクチャーシリーズなんですが、木更さんが言ってくださったように、セミナー形式でできれば進めていきたいと思います。で、これを通して少し新しいことが議論を通して出てくればそれに越したことはないというふうに思いますので、どういう時でも話を止めて、例えば質問があるときは途中で構いませんので、どんどん発言をしていただきたいというふうに思います。それから、そうですね、最初から余談をするのもなんなんですが、例えばそれは違うんじゃないかとか、そういう話は不愉快だとか、結構面白いじゃないかとか、そういうのをどんどんできれば表情で表してください。余談というのは僕自身ちょっと経験がいろいろありまして、3歳から7歳まで父親がアメリカの大学に行ってたもんですから、アメリカにおりました。で小学校の、1年生の最初の秋学期までアメリカでやったんですが、その後日本に帰ってきまして、英語なんかすっかり忘れまして、で完全にもう日本人というつもりでいたんですが、中学生の時にですね、英語の授業で非常にいい先生だったんですが、英語の授業を受けている時に2回ですね、突然先生に斉藤ニヤニヤするんじゃないっていうふうに怒られまして、で、ニヤニヤしていたというのは先生 の説明がすごく分かりやすかったんですね。で非常に納得した時に急にニヤニヤするんじゃないっていうふうに怒られたもんですから、なんだこれはというふうに思って、で別にしょっちゅう怒られてたもんですからどうということも感じなかったんですが、なんとなくそれが記憶に残っておりました。でその後ですね、今度南山大学で授業評価というのがありまして、で授業評価でいろいろ受講する学生が書いてくれるんですが、結構たくさんコメントであるのが、この人しつこいと、大丈夫ですか、わかりますか、もう一回説明しますかっていうことをしょっちゅう言ってると、で、しつこいという評価がありました。それからもう一つはですね、慶応もそうなんですけれども、筑波とか南山にいた時もいろいろ友達がトークに来てくれて、でとてもいい講演をしてくれるんですが、でその時に、結構みんな後で不安そうな顔してくるんですね。で、みんな分かってくれたんだろうかと、
いうすごい不安そうな顔をして、みんな分かってくれたんだろうかって聞きに来るんですね。でその3つを突き合わせて初めてはたと気がつきまして、要するに比較的これはいい悪いではなくて、やはり日本の方というのは表情があまりないですよね。で表情がないと話している方は不安になるで不安になるといろんなことが起こると、で不安にならないでニヤニヤするんじゃないって怒ったりする先生もいますが、そういうこと でどっちがいい悪いは全くないだろうと思いますが、こういうコンテクストではやっぱりこうなんとなくこう表情を通してですね、やっていた方がちょっとやりやすいかなというふうに思いますので、気に食わないときは遠慮なく気に食わないという顔をしていただければというふうに思います。はい、ではそういうことで、今日はラーク構造理論と選択制限ということで話をさせていただきたいと思います。で内容的にはいろんなところで話をしている内容ですので、最初の部分は気になった方多いと思うんですが、1回ずつですね、少しずつテーマをそれなりに決めてやっていきたいと思うんですが、今日は特にですね、私自身 の研究も含めてなんですけれども、最近やっぱりいろんな研究を見てますと、なんか分析というのが先走るという研究が多いんじゃないかなと、自分自身も含めてですけれども、そういうふうに思っております。で、なんか分析を目的としていると、ある現象を分析することを目的としている、それは悪いことではないだろうと思うんですが、そういう研究が多いんじゃないかなというイメージを持っています。で、例で挙げますと、例えば学会で、アブストラクトの審査というのをやりますけれども、見てるアブストラクト、例えば10とか20とか見るわけですけれども、こういう現象について扱って、それについてこういうふうに分析するというアブストラクトがほとんどなんですね。でそういう時はどうするかというと、こう分析 しますと、普通考えれば、ちょっと意地悪な表現をするとそうふわっとなるわけですよね。だから何なのということになるわけですよね。で陽子の場合はそれじゃあすいませんので、そういう分析が正しければこういう帰結があるだろうとか、こういうことも言えるんじゃないかとか勝手にこう想像しながらです、ね、評価していくわけですが、今度は論文になってしまうと、その査読者が想像してくれるということはないわけですよね。想像してくれるかもしれないけれども、想像を加えて評価してくれるということはない。でそういうのは、自分の研究も含めてちょっと最近多いんじゃないかなというふうに思っています。で最近というふうに言いましたけれども、考えてみると最近でもなくてですね、昔からやっぱりそういう傾向はみんなあったのかなというふうに思いますですね。で、例えば1980年代のなんか論文を見ていると、極端な例で、自分の論文もそうなのかもしれませんけれども、例えばGB 理論をこの論文では仮定しますと、で GB 理論がうんぬんかんぬんという話をして、で実際に入っていくと分析していって、でこの分析が GB 理論とどう関係しているんだろうというような感じですよね。そういう傾向っていうのはやっぱり気をつけてないと、そういうふうに滞ってしまうことがあるんじゃないかなというふうに思います。でそのことをある意味で非常に、最初から鋭くいろいろな形で言ってきたのが黒田茂之さんだろうと思うんですね。で逸話で紹介しますけれども、黒田さんの博士論文の話をしていたときに、黒田さんこういうことを言ったのを覚えています。まさか日本語を題材にして博士論文が書けると思わなかったというふうにおっしゃってましたですね。で要は1964年あたりのことですから、もちろん例えば音韻論ではいろいろな話が進んでますし、それから英語に関しても変形文法ということでどんどん研究が進んでいるわけですけれども、やっぱり一定程度研究が進めないと理論的に面白いことは言えないと、なかなか。で日本語の研究はそこまでまだできてないのかなというイメージがあったと。で日本語を題材にして博士論文が書けるということになった時は非常に嬉しかったというふうにおっしゃってました。で具体的な例としては、例えば、黒田さんはアタッチメントトランスフォーメーションというようなことを提案したわけですけれども、変形の種類、変形規則の種類として新しいものがあると。でそれは日本語のような現象、日本語のような言語を見ないとわからないということで、非常に今オリジナルな貢献を目指したということですね。そういう立場を取っておられたと。
それから1983年に、LGBT 理論が出てきた時ですけれども、1970年代は黒田さん意味論の方を中心にずっとなさっていて、で、LGBT 理論が出て、ちょっとシンタクスにで一言言うという形で戻ってこられたわけですけれども、その時に最初に発表された論文が、What can Japanese say about government binding という題でしたよね。で、日本語から、いわゆる統率束縛理論について何が言えるのかと、統率束縛理論を使って日本語がどう分析できるのかではなくて、日本語を使って統率束縛理論について何が言えるのかということですよね。そういうことをはっきり打ち出しておられます。でやっぱりそういうところに少し学んでいく必要があるかなという感じはします。でもちろん、そういう時に何をするかというと、理論的な提案を真剣に取るということだろうと思うんですね。で、いろんな提案がなされています。でこれをもう文字通り真剣に取るというのが第一歩だろうと思います。で今日特にそのことが関係してくるのは、例えばいわゆるミニマリストアプローチの中で、チョムスキーもちょこちょこ言ってますけれども、中心的な論文の一つというのがいわゆるベアフレーストラクチャーだろうと思いますね。あの辺が基礎になっているということは言えるだろうと思います。で、その辺を中心にとって、いろんな現象を考えるとどんなふうになるのかなということを、今日は一緒に考えていきたいということです。でもちろん現象を使って理論について何かを言うというときは、分析が大事になってきます。で逆に分析だけだったら合ってるか間違ってるか、それだけのことなんですけれども、現象を使って理論について何かを言ってしまったら、間違ってたら帰結はちょっと大きいわけですよね。で我々は分析まだ分からないことがいっぱいあるんで、ほとんどの分析ってのは、現段階では間違ってるだろうと思いますけれども、できるだけ間違ってない分析、現段階では一番よくできる分析ということを仮定してやっていく必要はもちろんあるわけで、分析というのは重要になってくるだろうと思います。で題材として使うのはまずですね、ラック構造理論、ベアフレーストラクチャーを仮定すると、いろんなことが考えられるということで、まず考えられることっていうのは、ベアフレーストラクチャーの場合は要するに2つの要素をただ併合して区構造を作っていっていいという話ですね。インターナルマージンもありますけれども、それも含めてどん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 2つの要素をくっつけて構成層を作ると、こういうことをやっていいんだと、これだけのことですよね。で XY 理論でもそうでしたけれども、 XY 理論もちょっと複雑ですけれども、要するにああいう形をしていればいいという話でしたよね。そうするとベアフレッシュアクトの場合極端ですけれども、何でもありなわけですよね。いかなる要素もくっつけて大きい単位を作ることができるわけです。ですからここに極端な過剰生成というふうに書いてありますけれども、何でもありなわけです。ところが言語には何でもありじゃないですよね。もちろん生成分布が始まって以来、非文法的な文というのは大事なデータになるわけです。じゃあ非文法的な文というのはどう説明されるかというふうになってくると、それはおそらく違うところから説明されなければいけないということになるだろうと。で考えるところとしてはいくつかありますが、代表的なものとしては音韻的な考慮、音韻論からの考慮、それから形態論からの考慮、それから統合論で言いますと、統合論の一部だろうと思うんですが、意味的選択ですね、選択関係ですね、それから文字通り意味論ですね、それから、発話行為の理論と、そんなようなことで、いろいろ現象を説明していく必要が出てくるんじゃないかと。で逆に統合論、区構造理論が極端に簡略化されていますから、逆にそういうところへの帰結を探っていくというのも、逆に統合論をやっている人の研究テーマになっていくんじゃないかということです。で、そういうことを最初にざっと見るために、日本語右方周辺部に関するケーススタディということで、3つのテーマに関して、ざっと見ていきたいと思います。でそれぞれ面白い研究だと思うんですが、まずは上田由紀子さん のモーダルに関する研究があります。非常に面白い研究だと思いますね。で上田さん、例えばだろうとかまいとかなとか、こういう表現について、扱っていまして、で、非常に面白い指摘としては、こういう要素というのは2つ同じ文内に出てこれないと、表記できないということですね。ですから例えばだろうまいと言えないと、だろうなと言えないということですね。
このなっていうのはごめんなさい、要するに何かしちゃいけませんという意味なんですね、そういう名は出てこれないと、で、これはどういうふうに分析できるんだろうと、これはどういう方向に行くんだろうということをちょっと探ってみた。それから2番目が補文標識の階層性ということです。でこれも詳しく見ていきますが、日本語には、のという補文標識とかという補文標識ととという補文標識があります。で非常に面白いことにこういう補文標識は狂気一緒に出てこれるわけですね。ですから例えば後で例具体例見ていきますが、あ、1番を見ればいいですね。1番を見て分かりますが、太郎は彼の妹がそこにいたのかとみんなに尋ねた、いたのかとと、のかとと3つ出てくるですね、こういうふうに一緒に出てこれるわけです。でも出て一緒に出てき方にはもちろん制限がありまして、のかというのはいいし、かとというのもいいと、のかとも今言ったようにと。で1番の例はかだけあれば、あとは、かだけでもいいし、のかでもいいし、かとでもいいし、のかとでもいいということで全部これ網羅してるんですが、こういうものがいいと。ところがかのというのは言えないと、とかとかも言えないと、のとというのも言えないと。これ後でデータを詳しく見ていきます。じゃあどうしてこういうことがあるんだろうということを考えていきたいということですね。それから、遠藤さん、遠藤義雄さんが修女子ですね、談話的障子と言っていいと思うんですが、こういうものについてもやはり面白い狂気政権があるということを言っています。なんとかだわよとか、なんとかだよねとか、なんとかわよねとかいうふうに言えると、ところがよはとは言えないし、ねよとも言えないし、ねなとも言えない、何かありそうですね。でこのところも探っていきたいと思います。で具体的な最初にざっと見ますけれども、具体的な提案としては、上田さんのモーダルの狂気制限に関しては形態的な選択、形態論からの考慮、それから、意味的選択ですね、これから大体出てくるんじゃないかということを言っていきます。それから補文標識の階層性ということについては、これは意味的選択とそれから意味の整合性ですね、こういうところから出てくるんじゃないかということを言ってきます。それから談話的修助詞の分布ということに関しては、これも意味的選択と今度は発話行為の整合性というところが重要なんじゃないかというところを見ていきます。でここでの話というのはもともとこれ、基礎になっている論文も非常に技術的に自画自賛ですけど、私のも含めて非常に面白い論文だと思うんですけれども、大体こういう方向で、もうちょっと説明が深められるんじゃないかなという形で話をしていきます。である意味でここから本題に入るわけで、これから深めていかなければいけないんですが、なかなかこれ大変です。深めていくというのは大変です。でここでは、全部はとてもできませんので、補文標識の階層性というところを取って、今日の後半部分ですけれども、どんなことが言えるのかということをもうちょっと話をしていきたいと思います。このところはちょっと新しいところだろうと思います。で斉藤先生、2012年の論文ではノカトという階層があって、でこれがルイジ・リッツィの作法終焉部の構造と、大体合致するんだよということで言ったわけですね。ですから、2番にリッツィの1997年の階層が書いてありますが、こういう階層があるんですよという話になるわけですが、ただどうしてこういう階層があるかということはもちろん説明されなければいけないわけですよね。で階層があるというのは、階層というのは現象ですから、現象は説明されなければいけないということになるわけですね。じゃあこれをどう説明するのかということで、少し話をしたいと思います。で結論としてはですね、ドナルド・デイビスソンが1960年代ですけれども、例えば自称とか発話というのが基本的な言語の単位としてあるんだということを主張したわけですけれども、日本語の補文標識、それから日本語の補文標識の階層性を見ていくと、デイビスソンの理論を支持するかなり強力な証拠が得られるんじゃないかという話をしていきますですね。で、そんな話をしていくということですね。でちょっと簡単に見てみますと、例えばそこで3番のところにありますが、フレーゲ1892年の支持的不透明性ということがありますけれども、これ1892年です。タイプではありません。1992年で1892年ですが、それ以来この支持的不透明性ですね、要するに補文がどういう意味を持っているのかと
ということは哲学において非常に重要な問題として扱われてきたわけです。でこれに関しては、例えばラッセルが命題という概念を提案したりですね、あるいはクリプキーが可能世界の論理学ということを使って分析したり、一番有名なおそらくモンタギューですね、言語学の方で有名なモンタギューですが、そういうことをやってきたわけです。でそれだけでは不十分だろうということを言っていくということですね。でそれに対してデイビスはどういうことを言っているかというと、例えば 4A の John opened the door with a key というふうに言ったらば、これはこの文の論理形式はどうなるのかということですけれども、E というイベントですね、が存在しますよと。でこのイベントというのは開けたという種類のイベントで、このイベントはジョンによってなされて、でこれはドアを対象としていて、で鍵を持ってなされたと、こういうような表示があるということを言っていくわけです。あるいはデイビッソンの1968年69年の On Saying That という有名な論文がありますが、そこでデイビッソンは 5A のバーバレラ said that she is hungry というのはどういう論理形式を持っているかというと、こういう You というのはアタランスですね、こういう発話がありますと。でバーバレラはこの You を言いましたと。でこの You というのは That と大体同じ意味ですと。で That というのの内容は She is hungry ということですと。こんなような論理形式を出していくと。でこれを支持する証拠になるというのが基本的なテーマになります。はい、では、具体的な話に入っていきましょう。で、2ページですけれども、まずモーダルの教育宣言ということで、少し見ていきたいと思います。でここで、モーダルと呼ぶのは上田さん の、定義といいますか、対象に従って、モーダル的意味を表し時制の設備時と結合しない要素というのをとりあえずここではモーダルと、日本語のモーダルというふうに呼ぶことにします。で、例えばかもしれないというのはもちろんモーダル的な意味を持っているわけですけれども、これは形容詞ですよね。かもしれない、かもしれなかったですね。でこれ時制と結合する要素です。これは形容詞というふうに扱います。に違いないもそうですね、に違いない、これも形容詞として扱うということですね。でそうではなくて、6に書いてあるようななんとかだろうとか、なんとかでしょうとか、なんとかするまいとか、そういう要素ですね。こういう要素をモーダルとして扱うということです。 で上田さん、こういうモーダルをですね、井上和子先生なんかの分析なさってますけれども、2種類に分けています。で一つは認識モーダル、英語で言えばエピステミックモーダルと言われるものですね。でこれはだろう、でしょう、まいのような要素ですね。でこれは、話者の判断を表すという種類のモーダルと、それから発話モーダルというのがあるんだと。でこれは食べろとか、そこに行けというようなところの命令形ですね。それからなさいとか、なんとかするなの時の、なとか、なんとかしよう勧誘ですね、あるいは何とかしましょう、というようなこういう要素ですね。こういうのを発話モーダルというふうに呼んでいま す、 です、ね。でこういうモーダルに関して、6の下に書いた階層性があるということを上田さん、言っています。で、TP の上に E モーダルが来て E モーダルフレーズがあって、その上に U モーダルが来て、U モーダルフレーズがあると。でこれは言ってることはすごくよくわかるですね。どういうことかというと、エピスティミックモーダルというのは話者の判断を表すと、なんとかに違いないみたいなやつですよね、点数がつくやつですけど、なんとかだろうみたいなやつですね、話者の判断を表すと。で、発話モーダルの方は、話者が聞き手に働きかけるという意味合いを持っていると。ですから判断をしておいて働きかけるわけで、働きかけておいて判断をするわけにいきませんから、当然こういう階層性になるということですね。ですからこの階層性はよくわかると。ただもちろんここで、気に留めたいのが、またラック構造理論を仮定しますと、常にこういう構造があるというふうに仮定できるのかと。そもそもこういう、箱物みたいのがあってですね、文は常にこういう構造を持っているというふうに仮定するのかと、それとも出てきたものは出てきた、出てこないものはないとただ言うのかと、その辺は非常に面白い問題だろうと思います。でここではどちらかというと後者ですよね、これを、
仮定していきたいと思います。でさっきの上田さんの一般化ですけれども、こういう、まあ、E モーダル U モーダルとあるわけですが、これ全部ひっくるめてモーダルというふうに呼ん でこのモーダルというのは2つ協議できないということがあるということですね。で7番で、君はそこに行くだろうなと、これ、否定命令となるですね、これは言えないと。あるいは 7B で太郎はそこに行くまいだろうというふうには言えないと。でどうも狂気制限があるということですね。でこのなぜ、非常に重要な観察だと思うんですが、なぜ狂気制限があるのかということをやはり考えなければいけないというところで話をしていきたいと思います。でもちろん同じような問題というのは英語でも出てくるわけです、これはよく知られている事実で、例えば 8A で John should can go there と言えないと、should と can は協議できないということですね。で意味的にはおそらく問題ないだろう、can は be able to と言い換えることができるわけで、実際 8b は John should be able to go there、 これは言えるわけです。したがって別に意味の問題としてあんまり問題はないだろうと。あるいは 9a で John will must go there と言えないと。で must っていうのは have to と言い換えられるわけですから、 9b はどうかというと John will have to go there とは言える。じゃあなぜかこの will とか must とか can とか shall とかこういう要素というのは2つ出てくる、こういう制限があるわけですよね。で英語に関しては、これはロス以来だと思うんですけれども、これ気づかれてまして、で、まあ標準的な、まあ、分析といいますか、分析としては要するにこういうモーダルの要素というのはいわゆるファイナイトコンテクストにしか起こりえない。でもうちょっと詳しく言うと、要するに時制の設備時を必要とするとですね、時制とくっついて初めて語が完成すると、それ自体、インフィニティブフォームがないと、あれ、そういう、まあ、形態的な分析が標準的だろうと思います。では英語のモーダルの場合はインフィニティブフォームがないと、時制とくっつかなければいけないということでこういう狂気制限が出てくるということなんですが、日本語の場合それ言えませんよね、日本語のモーダルが時制とくっつかなければいけないとは言えませんよね。もう定義上日本語のモーダルって時制とくっつかない要素をモーダルと呼んでるわけですから、それはできないということで、違う、説明が必要になってくるということです、ですね。ではどういう説明が可能なんだろうということで、まず意味の方からちょっと考えてみたいというふうに思います。でまずですね、モーダルというのは、まあ基本的に命題をホブとするというふうに言えるだろうと思うんですね。モーダルと、命題とくっつく要素であると。でこれは3ページの一番上に書いてありますが、例えば、まあ、要素論理学なんかでは、例えば、この四角っていうのはnecessarily というふうに解釈すると。でこのひし形は possibly というふうに解釈すると。いうことで、例えば P が命題だとすると、その前にnecessaryというのを置いて、necessaryP というふうに作ることができると。これはまあモーダルということですよね。モーダルロジックですね。それから P の前に possibly と置いて、possiblyP というふうに置くことができると。あるいはたくさん、possiblyP というのもまた命題になるので、その前に necessaryを作って、necessarylypossiblyP ということもできると。でさらにその前に possibly をつけて possibly necessarily possibly be ということもできる。これは要するに要素論理学で全部いい命題になるわけですよね。で命題をホブにとって、で命題を作るというのが、まあ、こういう要素であるというふうに考えると、ではその直感を、まあ、使えば、モーダルというのはどうも命題を作る要素とくっつくらしいとですね。で要素論理学、ごめんなさい余談ですけども、このここからポシブルワールド、可能世界の論理学が出てくるわけですよね。要するにネセサリー P っていうのは要素論理学でいうと全ての可能世界において P が真であるということですよね。でポシブリー P っていうのは、少なくとも一つの可能世界において P が真である、これがポシブリー P ですね。そういうところということですね。また後でちょっと考えていきましょうですね。で、で10に戻りますけれども、もし命題とくっついて命題を作るというのがモーダルの役割であるとすると、まず例えば、
花子が太郎を倒すだろうというのの構造が書いてありますけれども、少なくともリトル VP ですね、これは命題を表している、時制は含んでないですけれども命題としては完結しているということで、これ命題を表すと。で実際に時制がなくても命題を表すことができるわけで、右の方に書いてありますが、例えば、小説ですね、スモールクローズでジョンソーメリープッシュビルという時、メリープッシュビルは命題ですから、こういうふうに時制がなくてもリトル VP だけで命題を構成するということですね。で時制をつけた TP も命題を構成するとですね。でで今度はだろうというモーダルをくっつけてモーダル P を作っているわけですが、これも命題を構成するというふうにとりあえず考えます。でここのところはもうちょっと皆さんぜひ今晩でもいいですし来年でもいいですけれども考えていただきたいんですが、難しいところですね。上田さんなんかもこの辺で苦労してるんじゃないかと思うんですが、だろうというのはなんか単に、そうかもしれないという意味を表しているのではなくて、あるいはそういう可能性が高いという意味を表しているんじゃなくて、和者の判断がちょっと入ってくる感じがしますよね。ですからこれ本当に命題と呼んでいいのかというのはちょっと考えるべきところですが、そういう話で、そういう過程のもとに話を進めていきたいと思います。その考慮は別にする必要がないということになりますので、話を進めていきます。でそうなりますと、モーダルがくっついた、モーダル P というのは命題になるわけですから、でモーダルは命題をホブに取ることができるわけですから、いくつモーダルがくっついてもいいという予測ですよ。そういうふうになります。で実際に、モーダル的意味を表す要素というのは狂気できるわけです。これが11位に例えばあります、太郎はそこに行くかもしれないだろうと、太郎はそこに行くかもしれないだろうというふうに言える。でこの場合はかもしれないが形容詞ですから、モーダルではないですから、モーダル的意味を表してますけれどもモーダルではないですから出てこれるわけですが、意味的にそんなに問題がないということが言えるんじゃないか。じゃあ意味から、この教育制限はどうも、単純には導き出せないという結論になっていくということですね。では今度は形態的な要素をちょっと考えてみようと。でそうするといろいろ話が出てくるだろうと思います。でまず一番分かりやすい例として、命令がありますね。で例えば12の A で、太郎はそこに行けと、あるいは太郎はそれを食べろということなんですが、この絵とかロがくっつくことによって、命令文ができるわけですけれども、この絵とかロっていうのは設備字ですよね。設備字ですよ。で設備字、何にくっつく設備字かというと動詞にくっつく設備字ですよね。そうですね。で、10の構造に戻っていただいて、例えばモーダルが、動詞にくっつく設備字だとすると、例えば TP をホブに取ることはできないですよね。 TP をホブに取ってしまうとこれ時制とくっつかなきゃいけない、動詞にくっつけませんよね。したがって、動詞とくっつくためにはリトル VP をホブに取らなければいけないということになりますね。したがって形態的にロとかエというのはリトル VP をホブに取らざるを得ないということになっていきます。でリトル VP をホブに取らざるを得ないということになると、もちろんモーダル P はホブに取れないわけですから、ロとかエの前にモーダルが出てくるということはありえないともちろんなるわけですよね。ですね。それから他の要素もかなりそれと似た性質を持ってますね。例えば命令のなさいとか、それから勧誘の何とかしようとかしましょうとかいう表現ですね。それから何とかしようという意思を表す表現なんかも、これ全部設備字だろうと思いますよね。でこれは全部動詞にくっつく設備字であるので、リトル VP をホブに取らざるを得ないということだろうと思います。でそこにちょっと書いてありますけれども、この辺正しいかどうか分かりませんけれども、例えば動詞にくっつく設備字、これいくつか重なっているものもありますけれども、を見ていくと、例えば五段活用の場合は読まないとで読みますとで読む、読めば読もうと
というふうになるわけですよね。で、一段活用の場合は、食べない、食べます、食べる、食べれば、食べようというふうになるわけですよね。で、ウィンロの専門家ではないのですから、ちょっとまあ分かりませんけれども、少なくとも僕が学部で教えているのはどういうことかというと、これ、あない、ない、います、ます、う、る、えば、れば、おう、ようで変じゃないかと、おかしいじゃないかと、設備の形がみんな違うじゃないかと。でこれは、要するに食べあない、食べいます、読むる、読むれば読むようなんですよとですね。で、日本語には規則があって、こういうふうに、まあ、形態素と形態素をくっつけたときに結果として、例えば、まあ、子音母音と来てればいいと、子音母音はいいと、ところが子音子音と来ちゃうとこれは消しなさいという規則になると、子音子音と来るとこれ消しなさい、子音子音と来るとこれ消しなさいという規則があるんですよとですね。でこちらで下から見ていきますと、母音子音と来てればいいんだと、母音子音はいい、母音子音はいい、ところが母音母音と来ちゃうと嫌なんですよと。でこれはそういう時はこの母音を消しなさいという規則があるんですよと、でこの母音を消しなさいという規則があるんですよ。だから、5段活用と1段活用があるんですよということですよね。でそうすると例えばそうですね、用なんかもこれですよね、五感に読もうというのは読むに用をくっつけて、でこの規則がかかって読もうになっているということですね。でなさいなんていうのは、まあ、どう分析できるかというと、まあ、メスター伊藤なんかはいいというのは挿入で入るというふうに言ってますけれども、それちょっと置いといて、例えば読みなさいというのは読むプラス読みなさいですから言いなさいですよね。で食べなさいというのは食べプラス言いなさいで、ここで、まあ、母音母音と重なったのでこれ消して、食べなさいになると、まあ、これで、とりあえず分析ができるということですよね。でそういうふうに、まあ、母音規則もかかってきますので、これ意がこういう時意が消えるんじゃなくて、こちらで意が挿入されるんだっていう分析もありますが、まあ、どっちにしろエピネセスの場合でもこれ母音規則ですから、母音規則がかかるわけですから、これどう見ても一語を形成しているわけですよね。ですので、まあ、そんなふうに分析することができると。そうするとこれ全部について、こういう、まあ、モーダルというのは、こういう形態的な制約があるのでモーダルが来て、でこれはリトル VP をホブに取らなければいけないと、でモーダル P は絶対ホブに取ることができないということですね。こういうことが言えるんじゃないかということですね。で、ただ、こういう設備字じゃないモーダルももちろんあるわけです。で、例えば13の上に行きますが、否定命令のな、なんとかするなの時ですね、あるいは否定推量のまい、太郎はそこに行くまいというのはまいですね。でこういうのは、例えばそれを食べるなですか、食べるですから、これ時制が出てくるわけですよ ね, ですね、それから太郎はそれを食べるまい、食べるですから時制が出てくるわけですよね。したがってこれは TP とくっついているということですよね。じゃあこれはどう分析できるんだろうということなんですが、これ意味で考えていきますと、否定命令の名もこれ命令ですから、過去 のことについては言えないわけですよ ね, ですね、なことを今更言われても困りますよね。言語学の授業を取ったなとか言われてももう取ってしまったものはしょうがないですよね。ですから当然過去のことについては言えないわけです。で未来を表す命題、これをおそらくホブとして取らなければいけないということだろうということですよね。で否定推量もそうですね、推量ですからね、将来のことを推量しているわけですから、これは未来を表す TP、 未来時制を持つ TP をホブとして取らなければいけない
じゃあ未来時勢を表す TP って何なのかということなんですが、これは日本語の研究で古くから知られていることですけれども、日本語で現在形と言われているものは実は非過去であるとですね、別に現在そのものではないということはよく知られていますね。で13で、太郎は来年そこに行くというようなことが言えると、花子は明日ワニを食べると、こんなことが言えると、この場合未来ですよね、時勢はね、ですからこのうるというのは未来を表すことができると。でもちろん過去形はダメです。14A で花子は明日ワニを食べた、何言ってるのかよく分かりませんそうですね、多分ダメですね。で面白いことに形容詞の場合は、まあ、現在形がいという形で出てきますけれども、この形容詞の現在形というのは、まあ、現在なのか少なくとも未来を表すことは難しそうですよね、太郎は明日気難しいそれから私は来年悲しい、なんかよくわからないということで、まあ、非過去ということで未来を表すのは、まあ、基本的には動詞のいわゆる現在形ではないかと。そうすると未来時勢を例えば、こういうなとかまいが選択するとすると、もう動詞の未来時勢を選択せざるを得ない。で実際になって見ていきますと、動詞の現在形にくっつくことができる。15A で太郎はそこに行くな、いいですね。過去形はもちろんダメですね。太郎はそこに行ったな、あるいは太郎は気難しいな、ダメですね。したがって未来時勢を選択するということがあるんじゃないかと。で、で構造で書きますと、こういうモーダルに関しては必ず、まあ、TP をホブとして取って、かつこの TP が未来を表すT でなければいけないと、この未来の T を意味的に選択しているということですね。これ選択制限から出てくるということです。はい、で、ちょっと余談というか、まあ、細かい中のようなことですけれども、舞に関してはですね、例えば花子はワニを食べる舞とも食べ舞とも言えるんですね。食べる舞も食べ舞もいいと。で食べる前の方はいいですよね。これ、前は TP をホブにとっていると。で食べ前って言えるんだから、この前はリトル VP をホブにとっているということですね。ですから前は2種類あるということですよね。ただこの前の分析で、ちょっと変なのが、食べ前食べる前は言えるんですけれども、例えばそこに行く前は言えますよね。でもしこの前が行くという五感に前をくっつけると、これが消えて異界になるはずなんですよね。そうですね、食べ前異界になるはずですね。でも花子はそこに異界とは言えないわけですよね。でこれ、多分ちょっと違うんだろうと思いますよね。これこの食べ前の前は、こちらの前は実は前ではなくて、食べうまいなんだろう。で、行くうまいなんだろうと、こんな形態的な、まあ、分析も可能だと思いますよね。で、行く、こちらは子音母音ですから行く前になると、こっちは母音母音ですからこれ消えて食べ前になるとですね。でたまたまこの行く前と、それから行くプラスるプラス前で、この場合は、行くがあって時勢があって前になるわけですね。でこの場合は死因死因ですから、これ消えて行く前になると、たまたま形が同じだったということだろうと思いますね。この辺はちょっと複雑になりますけれども、まあ、そんなふうに分析できるのではないかということです。はい、では最後ですけれども、4ページのだろうでしょうですね。でこれはある意味で、非常にある意味で単純で、時勢時勢を伴う事象ですね、これをまあ意味的に選択するんじゃないかということですね。で基本的にはどんな種類の TP もホブに取ることができる。 18A で太郎はそれを食べただろう、いいですね。そこの冬は寒いだろう、形容詞
でもいいし過去形でもいいということで、あらゆる TP を取ることができるということですね。で T をどうも意味的に選択しているんじゃないかと。でこの辺は意味的に選択と言っていますが、もうちょっと詰める必要があるだろうと思いますね。どうしてだろうとでしょうが、時制を選択するのかと、どんな時制でもいいから時制を選択するのか、なんかこれだろうとでしょうの意味と関係しているだろうと思いますよね。もうちょっとこの辺は詰める必要があると思いますが、そういう、まあ、事実としてそういうことがあるんだろうと。で、だろうでしょうは、例えばだろうは動詞の語感とくっつくことはできません。19の A で太郎はそれを食べだろう言えない。そこの冬は寒だろう形容詞の語感にくっつくこともできないと。でこの場合のだろうはかろうと、コントラストがしますよね。そこの冬は寒かろうと言えるわけです。かろうは形容詞の語感にくっつくことができる、でもだろうはくっつくことができないということですよね。ですからだろうでしょうに関して言うと、やはりここで言いますと、まあ、この格好ですよね。 TP をホブに取ると、どうしてかというと T を選択する。ただ未来でなければいけないという制限はないんですね。どんな時制でもいいということです。でこれで全て、議論されているモーダルは網羅しましたそうするとどうもモーダルというのは要素は2種類に分かれると。一つは、動詞にくっつく設備字であると。で動詞にくっつく設備字は必ずリトル BP をホブに取らなければいけない、これは形態的な制限であるんですね。それからもう一つは TP をホブに取るモーダルでやると。でこれは例えば、まあ、未来の T を選択する、意味的に選択するモーダルもあれば、どんな時制でもいいよという形で選択するモーダルもあると、こういう、選択制限ですね。意味的選択とそれから形態的選択が見て取れると。そうするともうこれだけ見ていくとモーダルが2つ出てくるのは不可能ですよね。どのモーダルもモーダル P をホブに取ることはできないわけです。必ず TP かリトル VP をホブに取るわけです。したがって、これそれぞれの、モーダルを見ていかなければいけなかったわけですけれども、それぞれのモーダルを見ていくことによってその、まあ、語彙的な性質からどうして日本語においてモーダルが2つ出てこれないかということが説明できるんじゃないかということです。で多分ベアフリーストラクチャーなんかを考えていくとこういう形で分析していかざるを得ない局面というのは多いだろうと思う。要するにこれモーダルとか言ってますけど、このモーダルなんていうのも実はないわけでしょ。要するに語彙がこのまま出てくるわけですよね、ベアフリーストラクチャー。でそれぞれの語彙の性質が問題なんですよね。ですからそれぞれの語彙の性質を見てどういうものをホブに取れるのかと、どういうものとマージできるのかということを見ていかなければいけないということになっていくだろうと思います。でこれが基本的な結論です。でもう一言言いますと、上田さんの仕事すごく面白いんですが、そうですね、分かるんだけどちょっと気になるところとしては、上田さん双方分布ということをすごく気にしている。で例えばモーダルというのは、まあ、双方分布をなすとですね、双方分布をなすというのは要するに一緒に出てこれないわけですよね2つ一緒に出てこれないということは双方分布を出しているということになるわけですよね。で双方分布という概念はもう昔から、構造主義言語学においてもプラハ学派においても、まあ、言語学においては非常に重要な概念ですよね。で双方分布があるというのはすごく何かが起こっているぞということを示しているわけで、すごく面白いわけですけれども、だからといって全部がモーダルだと一つのカテゴリーに属しているともうということにはならないだろう。で我々そういうことをずっとある意味でやってきたわけですよね。例えば、英語で、定冠詞の that とそれから属格の名詞句、例えば Mary's というのが表記できないと、そしたら同じ位置にあるんだろうとですね。あるいは、WH 句の which book とそれから保文標識の that は一緒に出てこれないと、じゃあ両方ともコンプという位置にあるんだろうとですね。そういうふうにやってきた。だけどいろんな研究を通してそれ違うということが分かってきたわけですよね。そうですね。でそもそも同じ位置にあるってもう言えないわけです。ベアフレーストラクチャーでいうと位置なんかないわけです。ただ要素をくっつけるだけですから。
ですから同じ位置って言ってもどの位置だかよく分からないという話になるわけですよね。したがって、同じ位置にあるということで双方分布を説明することはできない。じゃあどうやって説明するかというと、さっきのような話にならざるを得ないだろう。それぞれが併合できる要素が決まっている。でその結果として双方分布が出てくるということですよね。モーダルはモーダル P を取れないので、モーダルはモーダルと連続して出てくることはないんだとですね。一つモーダルが出てきたらもうそれでおしまいなんだということですよね。そういうふうにやって、まあ説明していくということになるでしょうと。 で最後のところで変な図が書いてありますけれども、これは何を意識しているかというと、後でまた出てきますけれども、最近カードグラフィーということが盛んに行われていて、僕もカードグラフィーの研究をしているんですけれども、まあ、階層があるということなんですが、で、なんかこう決まった階層があるかのようにみんな言ってると思うんですが、実はこの選択制限とか形態的選択とか意味的選択でいうと、この階層というのは、ここで書かれている図のようになるんじゃないかと。で例えばロとか A は、B リトル B とくっつくと、それからマイは、まあ、B リトル B とくっついたり T とくっついたりすると、だろうは T とくっつくということで、必ずしもこう綺麗な下から上の階層ではなくて、何が何を選択しているかと、形態的選択であれ意味的選択であれ、そういうことが重要になってくるだろうということです。はい、では以上が簡単ですけれども、モーダルに関する議論ということになります。で、1時間経ちましたけれども、ちょっともうちょっと続けさせてください。 でも区切りがいいので、何か質問があったら。はい、立命館大学の佐野です。選択に関してですけれども、まあ、大きく3つ、例えば、そうですね、3ページ目の、12あたりの説明で、命令のロト解というのは動詞互換を形態的に選択する切字であるというようなところで、まあまあ、だからリドル BP じゃないかということなんですけれども、これはちょっと表現は悪いですけれども、問題を別の問題で言い換えただけに過ぎないんじゃないか。つまりどうして切字なのか、切字であったら当然ルとかタのない互換につくのは当たり前 でそうすれば当然リドル BP という選択しかない、うん、で同様に今度は意味的に選択するということですけれども、否定推量のうまいというのも、これ先ほどの斉藤先生のご説明では、推量は未来のことだから、そりゃ食べる前はいいけれども、食べた前はダメだよねというような趣旨の説明をされたと思うんですけれども、推量自体は推量という、まあ、概念だけからは過去のことを推量することも可能であって、実際後でご説明になっただろうというのは、食べるだろう食べただろうということもできるの でそうするとなぜ、否定推量の前は未来時世を選択するのかっていうの意味的に本当に出てくるのかで、同じようにだろうっていうのも、なぜだろうの場合は前と違って他系とでも一緒になれるのか、それ本当に意味的にできるのか、推量という概念から出てくるのかっていうのは疑問なんですが、いかがでしょうか。はい、2つ言ってくれたと思うんですが、最初の方はですね、それほど私自身は問題にならないと思いますよね。例えば可能のキャンというのが日本語だと、まあ切字でですね、ラレエという形で出てくるわけですが、これは言語によって、例えば設備字としてそういう概念を表す言語、例えばジョン・キャン・ゴー・デア、彼女はそこに、ジョンはそこに行けるですね、エという設備字を使うのか、キャンという独立した語を使うのかというのは、それは言語の選択だろうと思いますよね。でこれは問題は、子どもが言語を習得するときに、要するに切字だこれはと、あるいはこれは独立した語だということが分かれば、そんなに大きな問題ではない感じですよね。まあそう言うしかないということだろうと思いますよね。でどうして、例えば、まあ、意味的には言えないですよね。例えばキャンとそれからラレ A が同じ意味を表しているとすると、意味から切字でなければいけないというのは出てこないわけですよね。英語だと切字じゃないわけですからね。ですからそれ出てこないだろうと。ですからそれはそんなに問題ではないだろうと思うんですが、できないんです、はい、はい、今例えば括弧8のシュードとキャンというのは狂気できないということに関連してでしょうか。括弧、はい、8などでシュードとキャンが狂気できないということとの関連のご説明ですか、今のは。
例えば。いや、そう、そうじゃなくて、そのキャンというのがそもそもあの独立した語であるということです。はい、不定あの原型じゃないといけないという、はい、あ、そういうことですね。はい、はい、はい、独立したことということですね。で、2番目のポイントはあの、いや本当にあの おっしゃる通りで、あの追求していくべき問題だと思うんですね。これあの多分あのなんていうかなり深い問題だろうと思うんですね。で、例えばあの否定推量とかマイを呼んでますけれども、それだけじゃないはずですよね。これ、本当に意味的に未来を選択しているんだとすると、佐野さんがおっしゃる通りで、否定推量だったら多分過去のことも推量できるわけで、あの否定推量ということからは未来時世を選択する出てこないですよね。ですからもっとあのなんていうかちゃんとしたなんか意味があるわけですよね。でこれはあの子どもはこれ習得できるわけですよね。ですね、こういうこれ子どもがこういうのを聞いて、で、あの「マイ」っていうのは過去形の動詞とは表記できない、別にネガティブエビデンスもなく分かるわけですよね。そうすると子どもの中の頭の中にやっぱりかなりあの綿密な意味をあのきちっと捉えるシステムがないと難しいだろうと思いますよね。ですからあの例えば、変な言い方ですけども、例えば否定命令とか否定推量っていう名前はこれなんかみんな僕も使ってますし、上田さんも使ってますし、みんな使ってますけれども、あんまりこれ真剣に取らない方がいいのかなと。ちゃんとした意味分析ですよね。これをあのやっていく、本当のレキシカルセマンティクスですよね、この辺がね、やっていかないといけないだろうというふうに思います。はい、はい、内堀さん、あ、ごめんなさい。はい、そうだとは言い切れませんけれども、あのとりあえずそういうことでいいと思ってます。はいはい、ですからあの、過剰生成は過剰生成としてあるわけですよね。はい、青山学院バンドです。また来ました、よろしくお願いします。ちょっと確認と質問なんですが、要するに瀬戸先生の今のまでのお話ですと、モーダルという表現は スモール BP をホブに取るか、あるいは TP をホブに取るかというところで、その、つながるかつながらないかということが決まってくるよということは、そのこの2ページだったかな、2ページのその上田さんのそのU モーダルが E モーダル、U モーダルが E モーダル P をホブに取るってことはありえないと、こういうふうに解釈してよろしいですか。はいはい、で、上田さんもあの私ちゃんと理解していれば、要するにこういう構造なんだけれども、U モーダルが出てくると E モーダルは出てこれないと。だけどいうこと言ってると、ね、ちょっとそこがね、その技術はそうかもっていうことでちょっと質問しにくいんですが、そうすると要するにしかし。E モーダルと U モーダルとは全然性質が違いますよね。E モーダルはその話者の認識というか感想であって、それから U モーダルはそれをどう発表するかということであって、
それがこの連続してこないっていうのは大変不思議に思ってるんですが、いかがでしょうかね。ですからこういう、経済的な選択とかそういうのを除いて考えるとできるわけですよね。例えばそこに行くかもしれないだろうとか、そういうことが言えるわけですよね。したがって別にそういう選択制限を除いて考えればできるケースはあるわけですよね。はいはい。そういうことじゃなくて、要するに例えばこれがあるわけですよね。モーダルが TP を取るというのはできるわけですよね。で例えば、モーダル的意味が動詞によって表されていると、そう動詞は時制をどうしても時制が来ることができるわけですよね。そうすると、意味的にはモーダルモーダルになるわけです。それは何の問題もないです。これはモーダルは時制を選択しているんですから。そうですね、はい。でさっきの、形容詞の例ですよね。かもしれない、はい、ですから、はい、意味的には問題ないということですね。はい、ごめんなさい、内堀さんが、はい、学問的な話で、ね、拒否です。そうですね、はい、ですね、これを使ったのはですね、昔 LSA がニューオーリンズで何回かありまして、そこでワニを食べたということがまずあるんですが、この例を最初作った多分コネチカットで講義をしている時だったと思うんですが、最近ですけれども、でその時にやっぱり日本語話者じゃない人に例文を作る時はできるだけ同じ例を使うと。でもう最初ワニ使っちゃったらもうワニワニワニで、もうずっと最後までワニということでやってたんで、それが残ってるんだろうと思うんですが、それだけです。はい、内堀さんが。すいません、あまり主要なポイントではないんですけれども、TP の有無で未来性とかを確かめるのに来年とか明日とかっていうのを使って確かめてるんですけれども、その語感しかない命令形なんかの場合も当然命令が取っている事態っていうのはこれから起こることなので、来年とかそういうのが出てくるんですね。それでだから時制副詞が出てくる統合構造といいますか、認可される環境には時制時みたいなものが必要だって考えちゃうと、形態的に語感プラスローとかAだから時制時がなくても、構造の上ではなんかその時制副詞が認可されるような構造を考えてもいいかなとか思っていたんですが、その斉藤先生の分析ではそうではないわけですよね。はい、それそこをね、さっきの佐野さんの2番目の質問と同じで、すごく難しいっていうか面白いっていうかところだと思うんですよね。何が絡むかというと、要するに意味的選択って何なのかっていうことだと思うんですよね、究極的にはね。ですから意味的選択って全部意味の問題だよって言えば、別に主要部と主要部の関係で考える必要はないわけですよね。例えばモーダルが TP を取ってると、で TP がある意味を表してればもうそれでいいじゃないかと、でその T がどういう組成を持っていようがいいじゃないかということになりますよね。ところが我々が言う意味的選統合論で言う意味的選択っていうのは主要部と主要部の関係ですよね。そうするとそれ以上のことが含まれているわけですよね。ですから TP が未来を表していればいいということではなくて、 T が未来の組成を持ってなければいけないということですよね。でこれを本当に意味的選択と呼んでいいのか、あるいはまだやっぱり統合的選択なのかというのはすごく面白いところだろうと思いますよね。はい、それと絡むと思いますよね。はい、というか語感プラスモーダルって言ってる場合に大抵明日とかっていう、その未来要素が副詞が入ってしまうので、はい、そういう今おっしゃったその点、はい、英語の命令形もそうですもんね、時制ないですね。はい、なのでその時に TP を立てるか立てないかっていう話になる。はい、はい、ですね。はい、はい、よろしいでしょうか。
Pardon me for switching into English, but it's related directly to this last question. You could look at the, I think the problem is you can say things like tabirumai, but not tabirumai, right? And the do does have a future orientation to it, so why couldn't a mai go on top of it? But just containing future, you could easily say, is not enough. It could be that the future has to be, in a sense, the highest operator. And when you say tabero, you're not saying, in the future, make it the case that you eat, but rather make it the case that in the future you eat. So to make it the case, the actual order part seems to be, in a sense, having a higher scope mm-hmm. than the future part. Yeah. So it really could come down to visibility at the level that you can, that you, and it would very much be a meaning component there. Mm-hmm. So you're not just looking for that meaning component anywhere inside of mm-hmm. The meaning of your mm-hmm. sister. So it seems to me that that would not necessarily be a problem. You have a nice way around yeah. it. Mm-hmm. Thank you. Yeah. And that raises another, that solves one problem, but that raises another problem that is, whether what we call semantic selection is sensitive to, say, logical form, right? So the syntax of semantic or something like that, and that's another very important question, I think. Yeah, thanks. はい、あ、いいですか？はい、それでは、もうちょっとだけ、やって、休憩にしましょう。で、で、補分標識の階層というところで少しだけ入っていきましょう。で、で、このところはさっと流しますが、日本語には3つの法文標識があるということを先ほど申しました。21A で、太郎は花子がそこにいるのを知っていた。それから B で、太郎は花子がその方を持っているか知りたがっているかですね。それから C で、太郎は花子がその方を持っていると思っているということですよね。でこの3つが狂気できるんだということは先ほど1の例で見ました。22に繰り返してあります、太郎は彼の妹がそこにいたのかとみんなに尋ねたということですね。で、でサイト2012ではですね、この「の」というのはいわゆるファイナイトヘッドであると「か」はフォースであると「で、と」というのはレポートというヘッドなんだということを言いました。で、かつ日本語のいわゆる主題ですね、主題の文法を見て、日本語のいわゆるライトペリフェリーというのは 24A のような形をしているんだということですね。で、まず一番下に TP があるわけですが、その上にのというファイナイトヘッドがあって、それからトピックヘッドがたくさんいくつでも出てこれる、それからフォースヘッドがあって、それからレポートヘッドがあると。で 24B がルイジ・リッツィの1997年のイタリア語のレフトペリフェリーですけども、一番上にフォースがあって、トピックがいくつでも出てこれて、フォーカスがあってトピックがいくつでも出てこれて、ファーネイトがあると。でこれ非常に似てるじゃないですかと、ほとんど同じじゃないですかという話をしました。で唯一の違いというのは、日本語にはフォーカスヘッドがない。フォーカスヘッドがトピックの間にイタリア語では出てこれるわけですが、これがないと。それから日本語ではこれスペイン語であるんですが、レポートヘッドというのが一番上にあると。イタリア語ではこれがないと。でこの辺がパラミターになってるんじゃないかという話をしました。 でこれからちょっとそれをまた見ていきますけれども、問題はですね、もし 24A のような階層がある、あるいは 24B のような階層がイタリア語であるとしたらば、先ほどから何回も言ってますように、それはすごく面白い現象、自画自賛ですごく面白い現象なんですが、これは現象ですよね。説明されるべき現象であるというのが重要なポイントだろうと思います。ですからこれをどうやって、どうしてこういう階層があるのかということをどうやって説明するかというのが重要になってくるということです。で特にですね、23の階層に戻りますと、この階層だけですと、例えば「のか」がよくて「か」「と」がよくて、それから「のか」「と」がいいということを予測しますが、ですから 25A に出てくる、形は全部いいわけですね。で 25B「と」「か」とか「か」「の」「と」「の」とか、こういうのは全部悪いということを予測します。で面白いのが、この階層だけを見てみると「の」「と」というのがいいということを予測するわけですよね。フォースがなければ「の」「と」という形になる。
とこれ言えない。26で太郎は彼の妹がそこにいるのと期待した、これはできないだろうと思いま す, です、ね、はい、はい、ごめんなさい、聞いた、はい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 、ですね、これ、彼の妹がそこにいるのと聞いた、はい、のでできますか、これ彼の妹って彼が太郎の意味で解釈できますか。太郎は彼の妹がそこにいるのと聞いた、うん、そうそうです、はい、今そこそれを、はいはいはい、それをそれでだから面白いと思ったんですね。要するに疑問文だったらいいわけですよね。それはそうです。ですから例えば太郎は彼の妹がそこにいるかと聞いた、その意味でいるのと聞いたということですよね。でこのコンテクストでかの代わりにのが使えるとしたら面白いということだろうと思いますよね、はい、ただ多分、もし、まあ、ちょっと分析分かりませんけれども、疑問ののっていうのは多分ないだろうと思うので、のっていうのは疑問を表すの確かにあるんですけれども、それ自体が疑問を表してるんじゃなくて疑問を表す要素がないと、例えば、まあ、イントネーションで、太郎はそこにいたのって言えば疑問だし、太郎はそこにいたのって言えば疑問じゃなくなるということですから、むしろイントネーションが疑問を表しているということだろうと思いますよね。でそうだとすると、もし今のがいるとすると、太郎は彼の妹がそこにいるのかと聞いたのかが、まあ、省略されているような形だろうと思いますね。はい、はい、うん、それが最初の質問だったんです。要するに太郎と彼は同じ人物を指すということで言えますかということですよね。で太郎は自分の妹のことも彼の妹とは言いませんから、はい、そこが、はい、気になってくると思いますね、はい、はい、では、あと、まあ、2,3 分で切り上げますね、でとにかくまあこういうことがある で要するに23の階層を説明しなければいけないということがあるわけですが、よく出てくるパターンですよね。一般化があってそれを説明しなきゃいけないと、一般化に対する例外もあると。でそういう時はもちろん一般化と例外を同時に説明するということを目指すわけですよね、これからちょっとそれを考えていきたいと思います。でまず、となんですが、そろそろ休憩を取ってからもいいかな、まあ、ちょっとだけやらせてください、となんですが、ずっとですね、まあ僕も含めていろんな人がとというのは、まあ、英語の that と大体似たような要素であるということを、まあ、考えてきたと思うんですね。でちょっと違うんだけど、まあまあ、似てるというふうに考えてきたと思うんですね、で実際に例えば 28AB なんかを見て John thinks that Mary is a genius というのは、太郎は花子が天才だと思っているいうふうに言いますし、29で Mary said that John is a fool というのは、花子は太郎がバカだと言ったと。で言うとか思うって典型的ないわゆるブリッジバーブですよね。こういうブリッジバーブのホブに出てくる補文標識なんだから、まあ、that と同じだろうと、ただ27に戻ってさっきから話出てますけれども、直接引用と間接引用のとっていうのがあって、例えば 27B の場合は花子が自分が天才だと言ったことっていうのは、まあ、花子は自分が天才だとは言いませんから、これは間接引用。ところが直接引用のとっていうのもあるんだよと、27A で花子が私は天才だと言ったこと、こういう場合もあるんですよというのが、まあ大体共通の理解だったんだろうと思います。で休憩を取った後ですけれども、実はとというのはそうじゃないんじゃないかと、英語では見られない種類の補文標識なんじゃないかということを、見ていきます、ね。そろそろ休憩を取った方がいいと思いますので、じゃあ40分、3時40分再開ということで、まあ、15分ぐらい休憩を取りましょう。